ローダウンした時にヘッドライトの光軸が下がってませんか？今回は無料で直せます。はい、ライントロババです。今日はですね、ローダウンした時に光軸が下がる現象をね、今回は無料で直す方法をお伝えしたいと思います。で、一般的にはですね、光軸調整ロッドというパーツが売られてるんですけども、そちらの方ね、Amazon とかで購入すると6600円ぐらいで売ってるんですけども、今回は0円ですね。私の大好きな無料でできるということでお伝えしたいと思います。で、そもそもですね、なぜ光軸が下がるかっていうことなんですけども、まあ車ね、こちらがフロントだとしますと、リアがこちらですね、リアが下がることによってこうなりますよね。ということはヘッドライトがね、どうしても上向きになって対向車がすごく眩しいと、ハイビーム状態になるということで、オートレベリング機能というんですかね、オートレベライザーという機能がついております。それはですね、リアの車高が下がることによって自動的にヘッドライトがね、下向きになって、眩しくないようにね、修正してくれるという機能なんですけども、まあこれある意味ね、ローダウンする方には無駄な機能なんですけども、こちらを修正するね、方法を今回お伝えしたいと思います。で、一応一般的にはパーツをね、取り付けして、まあ、ね、修正するんですけども、今回はね、もう手元にある配線、ちょっとした配線ですね、5センチぐらい、まあ10センチもあれば十分なんですけども、使い古した配線でも何でも構いませんので、その配線1本あれば簡単に無料でできますので、そちらをお伝えしたいと思います。ではね、写真見ながらやっていきましょう。はい、まずですね、商品なんですけども、もし、パーツを購入されて、取り付けされる方に関しては、こちら、光軸調整ロッドっていう商品がね、あります。で、これたくさんのメーカーさんから出されてるんですけども、Amazon で一番安いので、6600円でしたね。で、一応大手さんのメーカーですと1万1000円ぐらいするんですけども、まあ、6600円でもね、私にとっては無駄な出品になりますんで、なんとかならないかなっていうので、当時ですね、光軸に悩んでた時期がありました。で、ディーラーさんでね、一応修正してもらうんですけども、私の場合エアサスなんで、エアサスはもう毎回毎回車高が変わるっていうことで、もうその度にね、光軸がずれてどうしようもないっていうことで、なんとかこう簡単にリセットできないかなっていうので、まあ民からの方で調べるとですね、まあリセットする方法がありましたんで、そちらの方をね、お伝えしていきます。で、まあパーツとしてはね、こういったロッドですね、これを取り付けするんですけども、まあ要はここのアジャスター部分ですね、アジャスター部分で、ここの長さを変えてね、まあ光軸ですね、おそらくね、私これ取り付けしたことないんで何とも言えないんですけども、要はノーマルの部分はですね、こういう風な鉄板がついてるだけになりますね。で、これ見るとですね、こちら多分フレームだと思うんですけども、こちらがね、どうやら、まあ動いて、それがセンサー的な役目を果たしてるんじゃないかなと思います。まあここ沈むことによって、これが引っ張られることになるんですかね。引っ張られるのか伸びるのかちょっとわからないんですけども、まあここのね、変動によって、センサーが働いて、ヘッドライトの上向き下向きっていうのを自動的に調整してくれてるのが、オートレベライザーという機能です。で、これをですね、先ほどの光軸調整ロッドっていうのを取り付けすることによってですね、こういう風にね、真ん中が、まあ、ボルトでね、緩めたり、伸びたり縮んだりしますので、まあ、あくまでも、ノーマルの純正位置に修正してやれば、ノーマルと同じ光軸が出るという仕組みになってます。で、これね、まあ、6600円払ってね、取り付けするのも全然いいんですけども、今回は初期化ですね、リセットする状態、まあ、ノーマルの光軸にして、しまおうという方法なんですけども、用意していただくのは、先ほど言いましたように、配線ですね。もう皆さん、車いじりされた時に、配線の残骸が出ますよね。まあ、本当に5センチあれば十分かなと思うんですけど、まあまあ、10センチもあれば十分です。ね、そういった配線を用意していただきます。で、まずね、手順としてはですね、まず、ガソリンの残量をね、見ていただきたいと思います。で、これちょっとね、友人のジーズのね、いいグレードなんですけども、ジーズの時に私、ちょっとお手伝いさせていただいたんですけども、ガソリンメーターの残量によって操作回数が変わってきます。で、操作回数っていうのは、最初オフになっているヘッドライトですね。ヘッドライトオンオフ、オンオフっていう作業をね、ガソリンの残量によってする回数が変わってきます。これなんでかっていうと、ガソリンタンクっていうのはリアになりますよね。で、リアにあるっていうことは、ガソリンがいっぱい入っていると沈んでますよね。そういった意味合いでの、ね、ガソリン残量のチェックだと思います。
はい、まずですね、こちらの方で、目安なんですけども、まずこれ1,2,3,4,5 ですね、引いてる、ね、ここの残量なんですけども、まあ、自分の今のガソリンメーターが今ここにありますので、この場合はですね、5回操作が必要となります。で、ガソリンがなくなった時にやればね、1回で済むので、やりやすいんですけども、これ正直ね、私、結論から言いますと、10回以上やっても成功しませんでした。何回も何回もやってもなかなかうまくいきませんでしたので、おすすめはですね、ガソリンがない時ですね、まあ、1回で済むような時に、やっていただいた方が、成功率は上がります。で、私、満タンの時にやりましたんで、なんでかわかんないんですけども、ネットの情報によりますと、20秒以内にその作業を終えなければいけないというね、タイムリミットがあるみたいなんで、その時間制限内に操作しないと、まだやり直しっていう形でね、何回も何回もやって、たまたま偶然ですね、10回以上やった後にできましたんで、まあ、その方法をね、今からやっていきたいと思います。まず手順としては、先ほど言いましたようにガソリンの残量ですね、しっかり覚えて、ここですね、まあ、例えばメーターの針がここにあるんであれば5ですね、ここにあるんであれば4ですね、まあ、こういった形で、しっかりね、ガソリンの残量を確認した上で何回作業する必要があるかっていうのだけ把握してください。はい、それでですね、先ほど言った配線ですね、配線をね、こういう風にね、U の字にしていただいて、まあ言ったらプラスマイナスにさせるような感じ、もうあえてショートさせるような感じにします。で、こちら、どこの場所かって言いますとですね、ちょうど、アクセルペダルのつま先の上ですね、アクセルペダルの上の天井の部分に、OBD アダプターですね、っていう、車両診断アダプターの差し込み口がこういう風にありますんで、下から差すような形ですね。で、これ覗き込んだらね、すぐ白いのコネクターの口、こちらが見えてますので、わかると思います。で、場所的にはですね、台形になってますので、台形の下の底辺のね、長い方を左から見て一番左側。で、右から見て4番目ですね。1、2、3、4番目ですね。4番目と一番端に、差し出していただけます。で、手順としては、最初私これなかなかうまくいかなかった理由としては、さっきこの状態にしてからね、アクセサリーオンにするんですけども、配線を差してからアクセサリーオンにしてました。で、これ手順的にはですね、アクセサリーオンにしてから、これ配線を差してください。で、配線は本当に先っぽをね、普通にくるくるくるっと回して、ピンピンにしていただければ、スッと簡単に入りますんで、特にその擬宝紙みたいなやつをね、つける必要はありませんので、もう、使い古した配線を先っとね、くるくるっと回して、ピンピンにした状態で差していただければ OK です。で、手順はアクセサリーオンにしてから、この状態ですね、OBD アダプターね、の差し込み口に、8番目と4番目、ね、右から見て4番目、8番目ですね。こちらの方に差していただいて、あとはですね、先ほどの1回、2回、3回、4回、5回っていう回数ありましたけども、この状態でヘッドライトがオフになっている状態で、オフ、オン、オン、オフ、オンっていうのが1回ですね。オフの状態からオフ、オン、オフ。これ1回です。これを20秒以内に、私の場合は5回だったんで、それをオフ、オン、オフ、オフ、オン、オフっていうリズム感に乗ってね、やっていただければいいかなと思います。で、それでうまいこといくとですね、ガソリン車の場合は、このヘッドライトのマークですかね、これフォグのマークになるんですかね。このマークがね、操作回数分点滅します。私の場合であれば5回でした。で、5回ね、しっかり点滅します。1、2、3、4、5で点滅します。で、その状態確認できましたら、アクセサリーをオフにしていただいて、一度もう一回アクセサリーオンにするとですね、ヘッドライトがね、上下にグイーンってこう動きます。で、ピタッて止まった時が、先ほどのね、照ってた場所よりはるか向こうをね、照らしてくれてますんで、それでリセット完了という形になります。で、ハイブリッドの場合はですね、このマークじゃなくてですね、こちらですね、AFS ですね。これは AFS っていうのは、ハンドルを例えば左に切った時に、ヘッドライトはね、通常まっすぐしか向いてないんですけども、AFS がついてる車っていうのは、ハンドルを左に切ると、ヘッドライトの目玉だけ左に向いてくれます。っていうことは、左のカーブの先をね、先照らしてくれるので、すごく見やすい。これね、私すごく気に入ってる機能なんですけども、この AFS っていうね、この、ランプがね、同じく操作回数分ですね。私の場合5回でしたけども、5回1、2、3、4、5と点滅します。
で、その状態確認してから、一回エンジンオフで、アクセサリー、状態をオフにしていただいて、もう一度アクセサリーオンにすると、先ほどと同じように、ガソリン車と同じように、ヘッドライトが上下の動きをして、ね、ピタッと止まったところが、リセットされた状態になりますので、これでね、一応ノーマル車高の同じ状態ですね、後軸がしっかり出てますんで、この状態で OK です。で、ローダウンした状態でですね、このまま、車検に出すとですね、後軸が出てない状態になりますので、ディーラーさんで修正していただけますけども、まあ、悪徳なディーラーさんであると、工賃を別途取るんですよね。これ私の友人から聞いたんですけど、私の場合は自分でやったんで問題なかったんですけども、私の友人の場合はこの状態を知らなくて、まあ、後軸が落ちてることすらね、あまり気にしてなかったみたいで、で、後軸が出てないので、後軸調整するので、別途ね、工賃取られてたっていうのをね、見積もりしてもらったんですけども、これは自分でやってたらよかったのにっていう話をしてたんですけどね。まあそういったこともありますんで、で、まあ一番何よりね、後軸が下がるっていうことは、夜間知らないところとか行った時にね、向こうの方が見えないので、怖いんですよね。だから後軸はしっかり出していただく作業として、今回の作業をね、お勧めしておきます。で、これね、冒頭にも言いましたけども、私10回以上やって何が悪いのか分からないんですけども、多分、オフ、オン、オフ、オフ、オン、オフっていうね、そのリズム感もなんか必要なのかなと思うんですけども、まあ、なかなかうまくいかなかって、ね、たまたま見かけたサイトでは、20秒以内に完結しなければならないっていう風に書いてましたんで、まあなんで20秒なのか分かりませんけども、まあそれをね、意識したら、一発でできました。私の場合はね、こちらですね。AFS がこうピカピカしてくれたんで、よっしゃできたと思って、ね、オフにして、ね、アクセサリーオンにしたら、ヘッドライトがギュインギュイン動いてですね、パッて止まったら、もう明らかにね、違うっていうか、もう先ほどと違うね、位置を照らしてくれてましたんで、夜間の見え方がかなり、改善されました。はい。ね、これですね、結果なんですけども、まず、こちらですね、こちらが、先ほどのね、友人のやつやった時に、まあ、調整前ですね。何もする前にこれやったんですけども、この状態ですね。で、この状態からね、こんだけ変わります。で、これ別にハイビームにしてるわけじゃありません。ロービームで、後軸を普通にリセットしただけでこんだけ変わりますので、で特に、これヘッドライトのバーナーもノーマルですし、何もね、ヘッドライト関係は純正、ドノーマルで、これだけね、明るくなってますんで、まあ、ローダウンしてから本人はね、なんか暗くなったなっていう気はしてたっていうんですけども、暗くなってたんじゃなくて、手前を照らしてただけということでね、今回本当に、もう本当に道路の端っこに車を止めて、もう私、ペペペッと、もうこの時はガソリンちょうどね、維持だったんですよね。ね。で、その時に、やりましたんで、一発でこれができました。で、まあ、今回のね、作業の注意点なんですけども、私の場合はね、なかなかうまくいかなかったっていうこともあって、で、まあ、ヘッドライトをね、チカ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 させるっていうことになりますよね。で、それで、片側のバーナーがちょっとね、壊れちゃったってことがありましたんで、あまりね、こう、無理にね、集中してやることは避けた方がいいかもわかんないです。例えば、5回ぐらいやって、もうちょっと成功したかったら今日はやめとこうみたいな感じでしておかないと、私みたいに維持になってやってしまうと、結局最終的にね、右のバーナーが死んじゃってつかなくなりましたんで、で、まあ予備のバーナーがあったんで、問題はなかったんですけども、ちょっとやっぱりオンオフオンオフをね、素早くするってことで、HID っていうのは結構な高電圧流れますんでね、それで壊れちゃったと思いますんで、そういったこともありますんで、まああまり無理せずにね、まあ2、3回やってダメだったらちょっと今日はやめとこうかな、次の機会にやろうかな、みたいな感じでやっていただければいいかなと思います。で、あとですね、この動画、まあリメイクになるんですけども、以前のね、動画の時にコメント欄で確かいただいたと思うんですけども、これパッシングでもできますよっていう情報をいただきました。まあ、要は、アクセサリーオンにしていただいて、配線をね、4番目と8番目のとこ刺しますよね。で、その状態で、本来ですと、オフ、オン、オフっていう作業をするんですけども、パッシングですね。パッシングを1回、2回、3回、4回、5回みたいな感じでやっていただくだけでも、後軸調整ができるというものでした。で、これ実際に試したことないんですけども、個人的には、ローとハイってまた別物なのに、それがいけるのかなとは思うんですけども、まあね、コメントいただいた方が嘘ついてるとは思いませんけども、そういった方法もあるので、もしなかなかうまいこといかない方に関しては、パッシングで一回試してみてもいいかなと思いますんで、そちらね、やってみてください。
はい、今回の動画ですね、工軸、ローダウンをした時に、工軸がどうしても下がるということで、なんとか改善できないかっていうことで、まあ、パーツを購入すればいいんですけども、まあ、安くても6600円っていうね、費用がかかる。で、今回に関しては、手元にあるね、もう、言ったら、捨てる同然の配線をね、まあ、工具箱から取ってきて、それを先っちょをね、ピンピンにして、ね、差し込むだけで OK という形になりますので、この方法をぜひね、やってみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画ですね、まあ、ちょっとまとめてみますけども、まず、順番はアクセサリーオンにする。ね。で、OBD アダプターの差し込み口ですね、台形になっている底辺の下の部分の一番左側と、右から4番目ですね。まあ、右から数えると4番目と8番目になるんですけども、そこに、U 字にした配線を差し込む。これが2番目ですね。で、あとはガソリン残量で確認した操作回数をオフ、オン、オフ、これを1セット1回ですね、とカウントして、ガソリン残量のメーターの回数だけやるという形ですね。まあ、おすすめはガソリンがない時にやれば、オフ、オン、オフ、それでもう終わりです。で、1回チカッと点滅して終わりっていう形になりますんで、できればね、ガソリンがない時にやっていただければいいかなと思いますんで、まあ、本当にアドバイス的には、ガソリンがない時にやってみましょうということですね。はい、今回の動画ですね、参考となったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、Twitter の方もね、アカウントをお持ちの方はぜひフォローお願いいたします。フォローしていただけたら、そのついでにですね、リツイートしていただけると私大変嬉しく思います。はい、こちらの動画ですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。